こんにちは、リクル TV Vlog です。今日は簡単な手作りマスクを作っていきたいと思います。まず用意するものはハンカチ1枚とじゃん、ゴムを2つ使っていきたいと思います。今回このゴムは使い捨て用マスクから取りました。皆さんも家にあると思いますので、ぜひゴムの部分だけ取って使ってみてください。ヘアゴムなんかでも大丈夫です。ではまず作っていきましょう。ハンカチを三つ折りにします。これは簡単で大丈夫です。三つ折りにしたらここに少しひだを入れます。折り目ですね。折り目を入れることによってすごくマスクっぽくなるんですよね。よいしょ、はい、折り目をつけました。折り目をつけたらここでゴムを使っていきます。ゴムの輪っかの中に両端を入れて真ん中あたりまでゴムを持っていきます。反対側もゴムを入れて真ん中あたりまで持ってきます。だいたいこのゴムの幅が口に当たるようにします。でここで横の余った部分を中に折り込んでください。中に折り込んだら先ほど作ったひだの部分を少し広げてあげます。はい、これで完成です。実際につけてみたいと思います。もう今回は針も糸も使いません。もうゴムとハンカチだけ。どうかな。うん、じゃん、こんな感じです。ぜひ皆さんも簡単なので作ってみてね。以上、リクル TV Vlog でした。バイバイ。